ワンニャンパーク6畳一間、かわいすぎるけど狭すぎる。ワンニャンパーク6畳一間、10のワンちゃんに10の猫。ワンニャンパーク6畳一間、かわいすぎるけど狭すぎる。ワンニャンパーク6畳一間、10のワンちゃんに10の猫。ワンニャンパーク6畳一間、ワンニャンパーク6畳一間。
介させてください。若菜から。はい、ピュアホワイト担当リーラン若菜です。若菜。はい、最強ピンク担当メンミーこと宇野メンミーです。メンミー。はい、紫色担当萩野千代です。千代ちゃん。はい、絶望目のリーダー無敵レッドの内海明日香です。アスカ。はい、水色担当森永チロルです。チロル。本日はタタラアムちゃん生誕祭にお呼びいただきありがとうございます。ありがとうございます。アムちゃんお誕生日おめでとう。もみじ学院さんとはよく対マンさせていただいてるんですけど、本日は生誕祭ということで、ご飯戦絶ポメちゃん盛り上げていくので、みんな一緒に楽しんでいきましょう。イエイ。ここで告知が何点かあるんですけど、20日横浜遠征、絶ポメ横浜遠征が確定してます。やったーやった。横浜初え、だよね、初よね、横浜ね。後方は無料無線となってるので、よかったら来てみてください。遠いと思うけどお願いします。はい、でその後ライブの後が、横浜中華街オフ会を予定してます。小籠包食べよう。食べるの。3人なんですけど、よかったらそっちも参加してみてください。その次の日が、名古屋遠征の情報も、後日また解禁されると思うので、よかったらツイッターをチェックしてみてください。お願いします。で今月の1月26日にはあと絶ポメ無線ワンマンがあります。やったと、その日はと今までやった生誕曲のユニットとかのメドレーをしようと思っています。そして全員生誕曲でライブして、生誕Tでライブして、そして生誕 T が販売します。もう一回販売されるの。なんか残ってるメンバーだけ。そうだ、これチロルない。チロルはない。そうチロルないわ。ま、大変なった人はね、そうってください。よかったらお願いします。そして1月28日がポッパピー夜にあって、29日がスミタンさん生誕卒業で、30日がエルプラさんの広島ツアーに参加させていただきます。やった、楽しみだね。すごい。1月イベントがね、盛りだくさんなので、よかったら皆さん来てくれたら嬉しいです。お願いします。お願いします。はい、そしてこれはまだみんなに言ってなかったんだけど、来月2月の19、20日に絶ポメなんと初めて福岡に遠征させていただきます。福岡だ。福岡だ。福岡だ。何食べる？福岡って何がある？ラーメン。ラーメン明太子。ラーメン食べよう。ラーメンにしよう。ラーメンに5杯ぐらいいけるかな。ラーメンはしごしようや。ありや。5軒ぐらい。ありや。またツイッターでも詳細が出ると思うので。把握楽しみにしていてください。お願いします。はい、それではまだまだタトラオブチョン生誕祭楽しんでいきましょう。絶望のポメラニオン。ねえねえ、君はまだ眠らずいるの？お昼の休み時間うつむせてたよね。走れ！走れ！今日も見に来てくれた今あなた生誕祭絶ポメ
レスボス閉めて